京都日本大学第二高等学校から来ましたフラフープです。ギターボーカルの松田美月とベースの広瀬由紀とドラムの加藤安奈です。ありのままあるがままという曲は高校生として毎日生きていく中での感情や思いを代弁した曲になっています。アルバードバーの日常という曲はギターボーカルの松田美月の日常を綴った曲です。モヤポップが一人でも多くの人に届き、ほんの少しでも明日を生きる原動力になってもらえたら嬉しいです。ライブでした。